花尾哲郎の音楽魂来たぞ。あーイエーイ絶好調元気だ。はい、皆様こんにちは、金尾哲郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾哲郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうも。こんな拍手いただけるなんて初めて。いやね、あのね、僕がもうダメじゃないかっつって、あの、ね、いろんな方がねお越しいただいて、ね、本当にね、あの幸せ、ね、うん、僕は幸せもんです。ね、今日はということでね、先週から引き続き、先週はちょっとお休みしましたが、はい、高橋誠さん、どうも、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。いやー、なんかね、もう、ま、ね、あの誠さんとはね、本当になんか、まあ、いろんなことを思い出して、いろんなところにライブ行きましたよ ね、 たね。それでもいろいろ、ね、音楽魂もね、うん、ずっとお世話になってね。そうですよ、もう本当に誰も見向きもしなかった頃からね。そうなんだ、そうか、そうそうそう、知らなかったもの、そうですよ、ね、うん、知らな その当時からの、ま、なぜかね、うん、なんだろうね、どこのきっかけ。これはね、え、まこちゃん最初誰だっけ、誰かのご紹介でしょ。うん、多分ね、ジョニーさんとか違う、違う、そう、思い出したら時間なくなっちゃう。そうそうそう、思い出したら、ね、そのうちに思い出す。そうそう、それでね、今日はね、急遽、はい、ゲストっていうかね、遊びに来ていただきました。今日もね、アミタメのお二人。イエーイ、おかえりなさい。ありがとうございます。アミちゃんもお迎えになさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、これ素敵だな、このお花。ね、ほら夏ですからね、ひまわり、花尾さんといえばひまわりですよ。ねえ、ね、もうでもアミちゃんも良かったですよ。本当におめでとう。あのね、アミさんも大変なね、うん、あれでしたけども、ね、ね、いろいろ、先輩としてご指導ご指導ご鞭撻、ご指導ご鞭撻。いや、こうやって、ね、笑えるのはね、ね、みんなとまた会えてね、歌歌ったりとかできるっていうのはすごい幸せですね。幸せですね。今回ね、つくづく僕もね、いろいろ考えましたね。自分の性格、性格、うん、まずね、性格を顧みる。よかったね。もう自分のね、カリ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 した性格を直さないと。そこだね。そこで僕の癌はね、育ったんですよ。それは栄養だね。そうだね。だからやっぱ、そうそうそう、性格が悪かったんだね。性格がね。今頃。うん、今頃気がついた。じゃあ私は何だったんだろう。そうよ。カリカリしてたのかな。でもね、いろんなそのストレスとか、あのね、人間俺はストレスね。なんかね、いろいろあったと思うけどね、それぞれ。でもまこちゃんはニコ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 して、そうだね、だってもうストレスないもん。ないね、ストレスフリーだよね。でもね、そう言いつつね、俺なんとなくね、あの、わかる、黙ってても分かる気がする。いや、似てる似てる、私たちはよく知ってます。いや、なんかね、最近ね、あの、なんかそういう、あの、被害者の会を作ってる。被害者の会、そうなの。いや、知らない。被害者の会、被害者の会、そこに入れてます。そうそうそう、前からね。あ、そうだね。そう、なんかね、怖い会が、怖い会があった。生田圭太郎さんとか、そこら辺の。そういうね、違います、違います、美味しいもの食べに。そうそう、これは違うの、天才の、そう、天才の夫を持つ、苦悩する妻の会。苦悩する妻の会。なるほどね。支える会です、支える。素晴らしい妻がいるから、相当なんかいろいろ言われてる。そうそうそう、関係でね、俺たちめちゃくちゃ言われてるんだよ。まあいいか、まあいいんですよ、まあ笑えればね。ということでね、本当に、あの、今日はありがとう、ローズさんもありがとうございます。ありがとうございます。まっちゃんもいつもありがとうございます。ありがとうございます。もう看護師さんがいるんで、皆さんご安心ください。何かあっても大丈夫。あの、僕はいろんなことをね、やっぱりその教えていただきましたね、今回ね。まあ、初めてだったから、ね、もちろんね、そのがんになるとか思ってもなかったし、うん、で、あの、ちょっと命がね、助かってね、すごく、先ほどもね、亜美さんとも話してたんですけども、
あれ手術できなかったら、最初の外科手術できなかったらもうここにはいないんで、もうよラッキーですよ、ね、そういうラッキーな人は長生きするんですよ。これ死ぬ気がしないもんなって、まあ、変な死ぬ気がしないでしょう、なんかね、そういう気はしないよね、ということでね、今日は音楽魂、はい、にぎやかです、ね、にぎやかで、ね、やっていきましょう、やっていきましょう、あとでね、あのそれぞれ の, あのライブのスケジュールも ね, ねご紹介しましょう、告知もね、うん、ということで、なんか歌う、ね、歌う、うん、もう、うん、歌います、お便りいきますか、お便りね、うん、ちょっと今日初めての方がね結構ねいらっしゃいます、はい、お便りじゃあいきましょう、うん、高知の高知さん、あ、はい、高知のカメハメハカメハメハトップファンバッジありがとうございます、はい、トップファンなんだ、うん、とりあえず専念して治療してください、はい、また金曜日にラジオで元気な声を待っています、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、あとはラジオネームけんちゃん、うん、カナオさん皆さんこんにちは、うん、今日の朝ごはんは何を食べられましたか、アジの開きは最高ですね、これはあの人ですね、あ、モロがけんちゃんね、けんちゃんです、モロけんか、ね、けんちゃんありがとうございます、ご無理をなさらないようにほどほどに、はい、けんちゃんもねずいぶん前にあのがんの手術で、あ、もうずいぶん前ですね、もう完治、もう完治してるけど ね、あのそう、もう15年20年ぐらい前なのかな、そうですね、うん、そうそう、元気ですよ、うん、今バリバリでもバリバリですね、はい、もう一つ清水佳代子さん、はい、カナオさんお帰りなさい、うん、待っていましたよ、はい、清水さん誠さん鈴木さん本日はカニ大将が復帰、カニ大将にぎやかな1時間になりそうですね、そう、僕はね落ち着きがないからね、バケツのカニってね母から言われててそうそうそうゴサ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 してる、ね、本当ね、いや逆にねそういう性格はねがんに打ち勝てたんだよね、そうなんだ、まあなんとでもなりますまあまあまあ、はい、今日は好きな、好きなように思う存分暴れてください、はい、無理をせず、はい、そして今現在病気と戦っている人々にパワーを送ってください、はい、ありがとうございます、これからも応援させていただきます、はい、心から退院おめでとうございます、 ありがとうございます、清水佳代子さんいつもありがとうございます、ね、清水佳代子さんもねあのやっぱりね、それでね、多いですよね周りね、本当に多いですね、うん、だから今はあの昔と違ってその告知もね、うん、あの、うん、ね、あるし、うんうん、うちの父の頃はね告知しなかったから、うん、まさか父はがんと思ってないから、うん、そうだよね、うん、肺がんで結局は亡くなったんだけども、その翌日ね背広に着替えてあの出ようとしてガードマンに取り押されられた、うん、でがんだと思ってないから本人は、うん、あ、もう帰るって、そう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 、もう帰る帰るってずっとパワーがあったから、うん、で抑えられて、もう僕呼ばれて行ったらもうあの病室にぐるぐる巻きにされてた、いや昔はそういうのあったんでね、ひどい、で今はね割とそういう告知しあのされるので、はっきりねお医者さんも言うよ ね、 今はね、なんかねものをね、うん、昔は言わなかったからね、あの、うん、それで親父がぐるぐる巻きにされたね病室に行ったら親父がドア開けたら、お、来たか、おい、お前知っとや、近所の商店街の、まあ、うちも商売やってて、田淵さんのお前旦那さんってがんらしいぞ、あなたもでしょって、分かった、もう俺こう3日間泊まってね、あのいろいろこう告知親父にするからちょっと開けてっつって親父に告知したことがあったんですけどね、あんたこうがん病棟よって言うの誰もおらんとよっていう話をしたことあったんだけども、ね、でもねそれ笑い話なんだけどもね、そういう時代でしたよね昔は、うん、でも今はね割とそのあのがんは治ったりするんで、それでやっぱりあの割と身近になったっていうかね、そう、多いね、うん、2人に1人はそうだよね、 うん、それでもう治ることも多いしね、だからそういう風になったよね、昔はもうそれ結構ね、昔は怖かったけど今は全然明るい ね、みんな元気だもん、そうそうそう、そう、元気の天気っていうのは変だけど医学の進歩すごいですよね、素晴らしいね、びっくりした、抗がん剤もあんなにね、うん、とか思ってなくて、そうそうね、うん、ただいろいろあるけどね、あのまあ場所とかもの、そのがんの種類とかによっても、まあね、大変な人も、うん、大変な人もいるし、もう僕なんかね、あのどっちかというと命をそこで救われたから外科手術で、だからあの大きいのよ、がんが10センチぐらいあるから、
あの5センチとか10センチあるからでっかい子であんまり自慢してるって言われても、いやでもね、いやもうなんかね自慢していいぐらいでかいからね。いやでもね大きければいいと思うけど、だからなかなかね治りにくいんだけど、それはそれでね、あの対処の仕方があるから、まあね、そうそう、だからあのやっぱりお医者さんにねこうやって歌いたいって言ったわけ、ラジオもやりたいし、ライブもやりたいって言ったら、ああそれはいいことですねって、やっぱりその人間ってそういう楽しみとか、そういうものがあることがね、一つのやっぱり生命力になるので、それは一つあるかなと思ってね、あの頑張っていこうと思います。はい。ね。はい。はい。じゃあ歌を、じゃあ歌って、あとあと歌いますか、お手洗いじゃない、何お手洗いなのかな、じゃあじゃあじゃあお手紙は後でじゃあね、紹介します。あ、お手紙、お手紙いただいてたんでね、はい、あ、 お手紙じゃあ紹介していいですか、じゃあチューニング中にね、これね先週なんかね、あの あれこちらに届いたんですけど、佐伯さん、これ佐伯さんってご存知、あの、ね、あの繋がってくれました、あ、あのこの前先週、あ、本当ですか、聞いてくれて、なんかね去年のね5月なんかね、あのギタリストの方、うんうんうん、あ、そうなんですか、カナオ様、去年5月にブルースギターフォーエバーでお会いし、CD をいただいてしまった佐伯です、はいはい、いただいたままでライブにも行けず、あっという間に1年が過ぎました。音楽魂には知らなかった素晴らしいミュージシャンに出会える喜びと驚きがあります。ほうほう、もちろんカナオさんのソウルフルな歌声とかっこいいルックス、身なりに、安らぎを感じさせてもらっています。いつの日かライブに行かせていただきま す、ね、CD は外れのないいい曲ばかりで気に入り、一番は風の中で盾です。毎週毎週長年継続、すごいことですよね、はい、見た目は若い、体はそれなりだと思うのでご自愛くださいCD 代を同封しました。CD 代をね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、これ追伸をね読んでいいのかしら、追伸、松下さん私の好みです、ありがとうございます、ありがとうございます、気立ての良い優しさがにじみ出てます、松下さんのフォローでカナオさんも生かされています、ありがとうございます、感謝、こちらこそ感謝、ありがとうございます。佐伯さん、佐伯さんですね、あの入社の方だと思うんだよね北郎くんとかのギター一緒にやってた人だと思う、あのギターされて思い、あの覚えてます ね。じゃ あ、 あのリクエストをお答えしましょう。風の中で立ったら行きますか、ね、行きましょう。いつも通りさこの街じゃ、冷たい風が吹いていた、生まれたところもいつの日か、知らない街になっていた、ときめきはいつでも束の間に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの、出会いはいつでも偶然で、すらできなくて、俺の体をすり抜けた春の嵐によく似てた風の中で立て、険しくても
切なくても誰かのせいにしたところで何も変わりはしないだろう。焦る気持ちは今じゃないけれど風に吹かれて歩くだけ夢の中で咲けこんな時代だから ゲストにお答えしました。風の中で立て、もうこれで終わったぐらい。終わった方がいいぐらい。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。ね、あ、そうなの。ね、あのお便りちょうどこれね、はい、風の中で立てをリクエストいただいてたんで、はい、北海道のね毛利さん、お疲れ様です。はい、金尾さんとしみさん、鈴木さんこんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。応援ありがとうございます。うん、夕べ町田さんが帯広に来て、町田さんって町健さん、帯広に帰ったんですね。帯広に来て町田さんが出演した金尾よしろ音楽魂を見ながら盛り上がりました。うん、ありがとうございます。金尾さんによろしくとのことです。あ、はいはいはい。リクエスト決まったんだね。向こうね。そうですね。リクエストお願いしてよろしいですか。金尾さんが作った柳間さんが歌ってる君の名は。マジっすか。またはね。風に向かって立て、風に向かって風の中にね、または
筑豊ブルースよろしくお願い申し上げます。頑張ってください。北海道帯広明さん、はい、ありがとうございます、ね、頑張ります、ね、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こうやってね、マシケンとかもこうラジオ、まあ、向こうに戻る前に来てくれて、ね、ギリギリ、それでね、ギリギリだったけども、向こう結構ね家賃が上がってんだって。そう、北海道って外国人が買い占めてるから買い漁ってるんで、ものすごい高いんだってね。だから結構それ大変みたいよね。それで3倍ぐらいって言ってた。そう、価格が3倍、そう、それぐらい上がってて、だからちょっと 大変だっていう話は聞いてたんですけど、まあでもね、ね、よかったと思うけど、まあ、こうやって向こうでもね、お話聞いてもらってね、聞いていただいてね、本当嬉しいですよね。だから北海道行った時はまたね、セッションできるしね、そうそうそう、いらっしゃると。でこっちにもまた戻ってくるっていう、行ったり来たりみたいなことあったからね、よかったです、ね、ちょっとつとも高橋さんのちょっと読ませていただきます。アトランタですか。アトランタ今何時ぐらいでしょうかね。アトランタです。アトランタ金尾さん、松下さん、そして高橋誠さん、こんにちは。どうもこんにちは。現在アトランタ気温26度、お30度の武蔵小杉より低いという非常にレアな気候ですね。向こうは暖かいはずなのにね。金尾さん退院おめでとうございます。ありがとうございます。とりあえずはほっとしていますが、はい、こちらも油断しないで気を張って正座してオンエアを聞こうと思って。本当かな。いやいやいや、飲んでると思うよ。もう飲んでるよ ね、うん、ちょうど飲んでる時間で、ね、そうそう、金尾さん不在ということで、あえて松下としみバージョンのリバーサイドをリクエスト、結構聞いたけどね、結構無茶ぶりだったよね。今日がちょっとねあれだった、一緒引っ掛けたけど、今日は誠さんがいらっしゃるので、久しぶりの金尾さん、誠さん、松下さんトリオのリバーサイドをお願いできますか。退院直後の金尾さんに筑豊ブルースはリクエストできません。大丈夫だよ。いや、あれ、筑豊ブルースからやろうか、じゃあ。ちょっと誠さんにもね、リクエストが来てる。誠さんにはね、ボブ・ディラーのノック・オン・ナン・ヘブン。ああ、いいとこついてくるね。私には誠さんのボーカルがデビッド・ボーイによく、デビッド・ボーイっぽく聞こえるので、不思議な仕上がりで大好きです。なんか知らないけど、よく言われるね。そうなの？デビッド・ボーイ、私大ファンですけど。うん、怖いな。分かるような気がします。聞いています。風の中で立て、味があり心に染みました。いつ聞いても最高。ファイト、清水香子さん、ありがとうございます。リアルに、いただきました、いただきました。じゃあちょっと選んでる間もう一度いきますよ、皆さんこんにちは、雨の博多です。警報とか出てる割にはこの辺りは大したことありませんけど、またも、筑後地方いや佐賀などは河川の氾濫が怖いですね。先週は天守不在の加納商店でしたけど、予想通り助っ人も現れて楽しい放送になりましたね。ウォッカのレコーディングも始まってて、たけしさんも忙しそうですよね。そしてその助っ人の誠さんを迎えての懐かしい3人での放送ですね。むちゃくちゃ楽しみです。そういえば誠さんとはこの間の上京時にスタジオでお会いできて嬉しかったですね。はいはい、そうでしたね。考えたら誠さんとは九州は大分日田でのライブ以来、2度しかお会いできてない。日田行きましたか。誰誰、昔、ミキさんです。ミキさん、日田でのライブ以来、おうちライブでのやり取りも楽しく、そんなにお会いしてない気はしませんでしたよ。だんだん健康不安もなくなりつつあると思っていますよ、金尾さん。金尾さんにとしみさんとの懐かしい時間を楽しんでくださいね。誠さん、もしよろしければすみません、タイトル忘れちゃったけど、Land is born, life is born で歌いたいですね。 あれはほらオリジナルね、バーソング。金尾さん、雨降ってるけど気持ちよく歩いてる気分になりたいんで、ウォーキング on the street ですけど、いつも通り何でも OK です。オイラは今夜WC カラスに会ってきます。はいはい、明日と明後日は博多で有名な狂乱のイベント、ベーシックロックフェスで初めて狂乱のイベント、そうなの、すごいな狂乱。ありがとうございます、ミキさん、いつも毎週毎週ありがとうございました、元気でね。それでちょっと ね思い出しました。今大事なチャーリー佐藤さんのメッセージが来てたはず、チャーリーさんね、これを、チャーリーさんいつもありがとうございます。ね、逃してはなるものかだよね。金尾芳郎の音楽魂音中、皆様こんにちは、本年最後の上半期最終日の放送ですか、今日は、
高橋、松下、カナヲの3人が久しぶりに揃って、うん、玉金トリオとして気合が入りますね。そういえば聞かせていただきます。玉金トリオ。でも諸賀健二君が来たら諸金魂。松下のタと誠のマと、うん、カナヲさん。玉金いろいろ考える。いろいろ考えるよね。ありがとう。そっち方向はね結構。ねえ、うん、よろしく。ありがとうございます。ねえ、肋骨6本折ったんですよね、この人7本でしたっけ、そうそう、チャーリーさんも大変だった ね、大丈夫でしょうか、なんかさらし巻いて頑張ってます、みんないろいろあるね、ねえ、私たち何もないのね、不思議なくらい、うん、今日だからここにアミタメの2人がね、来てくれてるっていうのを知らない方たちが多いと思う、そうですよね、アミタメさん私は予感してましたマジ、それでちょっとアミタメの宣伝しとこうか、そうそうそう、せっかく来てくれたら明日ね、鬼殺しですよ、もう直近でございますけど、明日ですね、明日7月1日土曜日、はい、明日ね、メイプルハウス、これはどこですか、メイプルハウス、学芸大学ですね、これは鬼殺し30周年記念ということでね、30年長いよね、私の誕生日なんですよ、あら誕生日おめでとう、そうなんです、あ、7月1日1日までそうなんの、夏だ、そうか、素晴らしいね、夏までだ、それとで、それと30周年8月6日横浜サムズアップ、これはサムズアップですね、8月6日多数のゲストがいらっしゃるんですね、そうですね、お祝いのね、サムズアップの日はエディバンさんも、エディさんもね、エディさんお元気、元気ですよね、よろしくお伝えくださいね、じゃあ皆さんぜひいらっしゃってください、ぜひぜひいらっしゃってくださいね、明日はいけないけど、まあでもみんな元気でね、こうやって頑張っていただきたいと思いますけどもね、はい、まこちゃんもこれ4月4日、まこちゃん、まこさんのスケジュールじゃあご紹介しましょうか、近々のは4日、近々のはね、まだあるの、いっぱいあるんだよね、いっぱいあるんだよね、変わらないスケジュール、時間がない、ほとんどあるので、このホームページ、高橋真子さんのホームページを見れば、ほとんど毎日ですかね、明日はね、西荻窪でセッションですね、セッションやって、ヘブンズドア、で、2日が真子館、チャド、はい、4日がザケンナーで、クロコダイル、ナノコもハイダウェイ、ハイダウェイ、もういろいろ、もう出したらキリがないんで、すごいやない毎日やってます、あと7月12日なんですけど、これ樋口くんの、樋口正幸のそうです、ドラマペンギンビートメモリアルということで、クロコダイルとペンギンとビートナッツ、はい、樋口くんが参加してたバンドなんですけど、あ、そうなんですね、ロッカーさんも来るの、マドもやりますので、よかったらよろしくお願いします、はい、ね、ね、いっぱいありますんでね、ぜひホームページをご覧ください、ね、ぜひ高橋真さんの、ね、ホームページ見て ね、その前に7月8日土曜日、加納さん、南林間ハイダウェイ、ハイダウェイ、ハイダウェイね、そうですね、あ、自分の忘れるの、ね、ね、自分のことは忘れるんですよそうだっけ、そうですよ、南林間ハイダウェイ、あ、7月ね、はい、7月8日、8日、来週土曜日、菊田俊介さんが、俊ちゃんも参加するみたいね、まあ復帰第1号、そうだから、ちょっとお休みさせてもらったりね、いろいろ湘南大賞もね、出れなかったりもして、すごくご迷惑かけたんで、徐々にできるようになったらね、そこら辺からまたやらせていただきたいと思います、よろしくお願いいたします、はい、これはね、8月イベントですね、これイベント8月31日、はい、汐留ブルームード音楽魂ライブのボリューム7、はい、7回目、そうですね、8月31日、これ汐留ブルームード、久しぶりですね、はい、まあ原点回帰ということで、まあ生田圭太郎さん、丸山恵子さん、吉田よしこさん、高橋真子さん、それから、まあ、バンド、渡辺武史、ごぼ鈴木さん、松下俊美、今度はレコーディングメンバーの寺岡君が、ベースですね、アナーキーですね、あとリリー金平さん、はい、でやります、よろしくお願いいたします、8月31日ブルームということでね、まこさん行きますか、ね、まこちゃんなんかリクエストありましたから、さっきリクエスト来てましたね、行きましょう、ありがとうございます、じゃあ
ボブ・ディラン、ああ、で全然アレンジしちゃってるんでボブ・ディランとは違ってますけどね、はい、the ground. I can't shoot them anymore. That long black train is pouring on down now. Feel like I'm knocking on heaven's door. Hey, knock, knock, knocking on heaven's door.
高橋誠さんが歌いました。 Knocking on Heaven's Door、 ね、うん、デビッド、デビット、デビット、誰デビットって、デビット、ボーイ、ね、かっこいいね、うん、ね、うん、ということでね、まあ、今日高橋誠さん、それで、あと網ためのねお二人、来ていただきましたけどもですね、まあ僕はちょっと入院してたんで、もうほとんどね頭の中にガンのことしかないんで。話題が、そう、話題がなくて、いや、しかしね、入院してたら面白いこといっぱいあるね。なんだ、いや、面白いことあんのよ。いろんな人がいる。いろんな人がいるから。ああ、そっか。うん。面白いこう行動する人がいるのよ。で、それ観察するのはまた面白くて。本当に。うん。いや、もう病院ものすごく面白い。うん。まあ、いろんな方がね。うん、いろんな人がいるんだよ。なんかね。で、一人ガラ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 歩いてたんじゃない元気よくガラ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 って、いや、まあみんなはね、大人しく歩いてる。俺、大体5時ぐらいから歩くから。それはそしたらさ、病人じゃないでしょ。うん、なんかね、一人も大体外科だと歩いてる人がいるんだけど、うん、俺、呼吸器内科にまた変わったから、うんうんうん、そうすると、歩いてる人あんまりいないんだけど、もう、俺、切った次の日から歩いてたから。もう、一日だけ看護婦さんに、うんうん、サポートしてくれて、うん、あとはもうずっと歩いてるわけよ、はい、でも歩かないと治んないと思うから。それさ、早すぎる。自分ができることはさ、うん、やっぱ自分でやんないと、そりゃそうだ、と思うわけ。で、できるだけ薬も飲みたくないから、うん、ね、そういうの、飲まないように、うん、で、自分で鍛えるじゃん、うん、そりゃさ、もうね、歩きすぎちゃって。そりゃ早かったんじゃない。うん、そうそう、だからちょっと怪しまる。そう、怪しまる、怪しい。小時間なわけですよ。絶望3時間で歩かされますからね、今ね。そうそうそう、今そう、そうなの、そう、へえ、今と思いましたけど、その時は。へえ、歩けること歩けるんですよ。だから回復が早いってね。そうそうそう、ね、でもなるかも。そうそう、私も3時間後に歩きましょうかって言われて、俺はがんじゃなかったけど、うん、でも60歳過ぎて盲腸やったの。ああ、そうだね。あれがだから65ぐらいだったかな、うん、4年ぐらい前に盲腸で、やっぱり入院して、うん、急性盲腸炎で、うん、で、救急車連れて行かれて、うん、速攻手術したんですよ、うん、でも次の日もう俺歩いてたよ、ね、やっぱりね。で、もうその次の日には退院してた。そこら辺がね、だからその病院、自衛隊の病院だったんですけど、あったね、ラジオの時あった、電話で、うん、そうそうそう、その時に、だからそこの事務員の人は、うん、もうあなたね、うん、この病院でね、最短記録を作りました。オペした後に次に行きたいんで、ねえ。まあ、そんな、いや、でもね、それぐらいないと、うん、面白くない、うん、面白くないっていうか、やっぱり人前で歌えないよ。いや、でもね、そういう人に、人にやっぱりなんかをさ、うん、やっぱりこう希望とか夢とかを与える方じゃない、うん、それが寝てちゃダメなんだよ、寝てちゃダメ、はっきり言って。それ言える。あ、やっぱ元気なんだね。隣が公園だったんで、病院の隣が、うん、でも病院の中歩いててもつまんないじゃないですか、うん、面白いことあんまりないから、なんかでも着替えて、こっそり着替えて、隣の公園まで行って、はいはいはい、暇だから新曲でも仕入れようと思って、新しい曲から仕込んで公園で歌ってます。そう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 、敷地内とかだと歩けるから、ね、昼間は僕もあれなんだけど、うん、敷地内のすぐ近くにさ、うん、飲み屋があんのよ。お前さ、それはダメだわ。ちょっとフラッとしたんだけど、やっぱりその中で飲むのはね、それはでも健康的だったよ俺。それは追い出されタバコをやめたから、声の出がね、少し良くなった、うん、それでまあ今から割と鍛えていけば良くなると思うけど、うん、で酒もちょっと飲んでないじゃない、うん、酒飲んでもいいんだけど、いや、ほんと、うん、酒を少しでも、少しぐらいはいいですよって。逆にね、ストレスが溜まるんだって、俺の性格上。まあまあ、我慢するね。だから酒飲んでないからさ、むくんでないの顔が。今むくんでたんだ。むくんでたんだよ。今までむくんでたんだ。むくんでたんだ、張ってたのは。そうそう、そうなんだな。いや、いいこともあるよ、うん、
ですね。まあ、いいことはある。よかった、でもね。ということでね、本当に、あっという間のまだ経ってない。もうね、癌の話しかしてませんそうそう、本当、ごめん。あのね、そういう話しかしてなくて申し訳ないんだけど、でもね、これ僕しか知らないことがいっぱいあるから、ちょっとね、今度改めて、そうだね。本書こうと思ってんだけど。それぐらいね、そう、まあ本はね、やっぱりビッグビジネスですからね、今がんっていう、うん、日本ではね、本当にそう、抗がん剤ってやっぱりその要するに、うん、調べれば調べるほどすごいよね、ビッグビジネスすごい、うん、だから結構ね、海外とはまた違う部分であるんでね、いろいろ勉強させていただきましたし、うん、先生たちにね、僕はものすごく恵まれたね。ああ、それが一番。最初紹介で行ったんだけど、ラッキーですね。血液が漏れてるっていうことを知らなくて、うんうん、肺のがんばっかりみんな見てたわけよ。うん、全員の先生が、うん。そしたら小腸から漏れてるっていうことで、血液がもうなくてっていうのを知らなくて。ウォーキング始めてたね、俺。やばいことしてたね。本当によく倒れなかったですよね。そう、倒れなかったね。3分の1しか血液がないのに。3分の1だったんだね。元の血が多かったのかな。いや血の気は多い。そう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 。でも昔輸血してたんですって。いや、俺献血手帳をね、趣味で。趣味で。高校の頃ね、趣味で。ほら、喉乾いたら飲ましてくれるじゃん。献血したら、ヤクルトみたいな。だからずっと献血手帳を持ってたわけ。それもおかしいよね。で、その時に母が子宮筋腫の手術で大手術だったの。でその時にその手帳が助かったのよ。で未だにその俺その歌いに行った帰りにそこの病院大部屋のベッドの下にギターを置いてそう寝泊まりしてたの。でその時にその輸血が必要になった時に俺がそれを持ってたから。できたんですよ。で昔はそんな細かく調べなくて A 型だったら A 型でできちゃったんで一応持ってる間違いないもんね。そうそう、それでおふくろはずっとそれに感謝してたの。あの時その助けてもらったって吉郎に、うん、それがあったよね。だから献血した方がいいよみんな。もう年齢的にもうできない。あなたには無理です。もうダメ。違いこれでますからね。あれ年齢制限あるから。そうなの？あるよ。65までじゃないか。確か。まだギリギリ。今のうちに。何人なの？最後の。最後の。今日じゃあなあ、あみちゃんなんか歌おうよ。そうそうそう。せっかくお二人ね。お二人。何やります？パッと一緒にできるようなもの。それ、俺歌ってみてください。思いつかないんだよ。もうその後コード3つとかになっちゃうね。コード3つ。コード3つ。ブルース。元気なの行こうか、じゃあ。ジャスタリフの見てるね。はい、D の3コードです。うん、D。どういう歌ですか？ほんのちょっとだけでいいから私のこと愛してちょうだい。そんな全部なんて贅沢は言わないわ。うん、でも、一生話さないでねって予想し歌です。怖いよ、怖いよ。大原玲子さんが昔ね。大原玲子さんが昔言って。昔言ってましたね。少し愛して、長く愛して。あれもいいや。そう、かわいいけどね。かわいい。怖いよ。怖いよ。あれ別の人が言えば、あんた逃がさへんで。関西弁なの。じゃあ、ソウルの、ソウルをね。行きましょうかね。うん、これギターから入りますね。これで書いたら多分大down, down, 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 like
ベルのようなゆっくり Any winny bit, just a teeny winny bit of your love. I just a teeny winny bit, just a teeny winny bit of your love. Hey! 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 ノリがいいね。あのいつまでもね、あのご夫婦仲いいっていう。それも面的なものかもしれませんよ。仮面夫婦。なんとなく、なんとなくそういう気もするけどね。そんなことない。いやでもね、本当にね、あの、うん、いいよね。そう。こうあの一緒にさ、もちろんあのお店の方もね、二、ね、人でやられててね。はいはい、あの俺ちょっと飲めるから飲み行くからね。飲めるようになった。ぜひぜひ食べる。あの、うん、いおりね、はい、ありがとうございます。頑張ってね。ご飯だけでも大丈夫だ。はい、なかなかね、いけないんですよ、すいません。いえいえいえ、あのね、みんなそれぞれなんか音楽だけじゃなくてもね、いろいろなことでやっぱ頑張っておられてね、あの素敵だなとか思いますね、こうやってね音楽続けることがね。はい、お金何まとめようとしてんだけど、まとまりそうになる。歌ってもらえますかね。あ、いや、もう歌いましょうか。あ、最後ね、不良中年いく。不良中年いけますか。なんか不良中年、不良中年、不良中年は進め、不良中年、進め不良中年。なんかこんだけこんだけあるともう探すの。そうそう、すごいね、やっぱりもうすごい。あのアルファベット順とか文字順になってないからね。ならない、時間かかるんです。いや、もうね、あのやんない。あれ、もう音聞いたら大丈夫。音聞いたらできるから。大丈夫、もっとバンドさんだもん。そう、大丈夫。はい、行きますよ、行きますよ。はい、不良中年のすすめ、ナナナナ音頭。よかったらわしよいわしよいも、わしよいわしよい、あのね、皆さんよろしくお願いいたします。あの時始めるから始まっちゃった。あ、そうだよね、あれね、何言い出すかと思うんだよ。急にやったんだよね。そうなんです、急にやった。ムーニーさんがね、それね、カノ君降りてきたんだよって計算するよね。計算してできる。いきますか。ワン、ツー、スリー、フォー。叩かれた分だけ強くなれるのさ。嫌われても逃げられても俺はめげないぜ。振られた分だけ強くなれるのさ。はい、夢と希望歩き続けるさ。回り道だと言うけれど眠れない夜なんて誰にだってあるさ。叩かれた分だけ強くなれるのさ。いきますよ。夢の中へ私を連れてって、そんな気持ちまるで初めてさ。あっち向いてほい、こっち向いて、あなたに首だけ、そんな気持ちまるで初めてさ。よりも作りましょう。
ということで、ね、楽しかった。ね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、ということであっという間の1時間でしたね。本当もう先週は長かったなんかみんなは喋らないからみんな4人もいたけどみんな黙ってさどうするのあれはね喋んなきゃいけないっていう思わせたらダメなの。ああそうか、こう引き出さないと、やっぱり ね店主がいないと、店主がいないとねということでね、高橋誠さんありがとうございました。ありがとうございました。嬉しいです。アミタメのお二人ありがとうございました。ロさんもライブ頑張ってくださいね。またね、また今度歌いに来てください。まっちゃんもありがとうございました。映像の鈴木さんありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。お相手は金上志郎でございました。松下俊美と金上志郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。思い出が流れる春に罠の花があたりを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は